何どうしたのあーちゃん、サプライズ全部俺に予測されたから泣いてる。せっかく誕生日だからサプライズ考えてくれたんでしょ。それ俺が全部予想して当てちゃったんでしょ。今当たってたの。当たってないでしょ。だってまさかね。当たってない全部友達を大人数呼んでからパーティーやったらすごくないよね。まさかね。まあ案件の撮影もしない人いるしさ、そんなわけないよ。さすがにね、朝から焼肉で準備したのに、お部屋も掃除していろいろ頑張ったのに、なんでそんなことばっか言うの。そうやって早く追い詰めて楽しい。去年もそうだったよね。何ロマンティック。うん、思ってます。今年は成功するでしょ。友達とか来たりね、するかもしれないけど。ない。メイク全部取れた。あちゃんの服可愛いね。けどもうダメだ。可愛い状態で30歳迎えたかったのに。あと30になるの？あなたが。俺も30になった。あなたか。その後僕が出かけてる間に料理を頑張ったり、友達を呼んで部屋を飾り付けしてくれたみたいです。お誕生日おめでとう。すげえ、全部想像通りでびっくりした。今から帰るんだけど、多分彩香のことだから、入った瞬間に友達いっぱいいて、誕生日おめでとうのクラッカーパーンだと思います。ありがとう、本当に。こんなね、2、30人いる前で話すちょっと恥ずかしいんだけど。ありがとうね、みんな、ほんと多くの人が座れる、大丈夫だけど、一生懸命サプライズしてくれてありがとうね。